はい、皆さんこんにちは。今回は女性がメンズヘアにセットするやり方を紹介したいと思います。ちなみに私はメンズトーンをかけてます。はじめに全体的にお湯で髪を濡らしておきます。冬はドライヤーで半乾きにしますが、夏なのでドライヤー使わずタオルドライだけでセットしていきたいと思います。ポイントとしては少し濡れた状態でセットした方がいいです。まずヘアミルクもしくはヘアオイルをつけます。そしてワックスをたっぷりと全体的につけていきます。そして髪をわさわささせるんですよ。前髪は上にボリュームを出すような感じで。で、後ろもちゃんとわさわささせます。で、襟足はちょっと羽なのでちゃんと羽させます。で、私はこうやって耳にかけるんですよ。で、まあ、ちょっと全体的に調整します。最後にスプレーしたら完成です。市販のワックスだと美容院用よりセット力弱いので、私は必ずスプレーしますね。出来上がりです。最近は女性がメンズヘアをすることをアンサムショートというらしいです。もし興味があったら挑戦してみてください。ではバイバーイ。